20年前、もうイチローみたいなレジェンド選手は出てこない。なお、大谷翔平、さすがにもうこれ以上は無理やろ。大谷はスケールありすぎて逆に夢がない。 WBC2009 決勝、さすがにこれ以上はないやろ。2023準決勝、さすがにこれ以上はないやろ。2023決勝、さすがにこれ以上はないやろ。すごすぎやろ。大谷以上なんて想像つかんわ。とか言ってまた20年後にとんでもないの出てくるんちゃうやろな。ハブの代わりに藤井聡太で、足しそれぐらいで入れ替わるんやな。長打と投手っていうちょうど一郎に足りなかった部分持ってるのがすごいよな。もう次は捕手と遊撃手とクローザーの三刀流くらいしかやることがない。50年後の南ジーミン、二刀流が通用するなんてこの時代の野球はレベルが低かったんやね。大谷以上って物理的に無理じゃね。二刀流やっちゃったら次は三刀流やなんてできんわけやし、大谷より背高くて成績のいい二刀流が出てきても大谷の2番戦時間拭えんし、あとは投手捕手兼任くらいしかインパクトないわな。それか投手とどこかの守備位置がめちゃくちゃうまいか。DH じゃなくてショートを守ったら完成やろ。あとはメジャーでショートやれるやつが出ないとあかん。イチローと大谷は外れ値が過ぎるわ。青木くらいやってくれたら十分通用してるって言えるんよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。